日本近畿地方兵庫県三木市緑川岡町緑川岡町は兵庫県三木市にある町。1971年に町開きされた。しじみ丘陵に位置し町内の平均標高は140メートルである。また、なだらかな坂道が多いが西1.3の南側、東1の東側は急な坂が続き、西に行くほど標高が低くなる。 緑ヶ丘町中一丁目緑ヶ丘町西一丁目1969年、大和ハウス工業が造成を開始し、緑が丘ネオポリスと名称をつけ、1971年に、同市しじみ町より分離し町開きした。神戸市や大阪市のベッドタウンとなっている。ピーク時には、町内に1万1000人の人口があったが、現在は9500人ほどであり、 このうち65歳以上の高齢者が3割を占めている。神戸都市圏に属しており、神戸市、宝塚市、淡路市には、車で30分ほどで行け、1972年に、三木市立緑ヶ丘小学校が開校した。同校は1978年4月に、児童数が1885名に増えた。1975年頃に、町の北側も、 同じように開発された後の3年間で人口は町開き当初の3倍に膨れ上がったが1985年以降は人口分布の偏りによる急速な少子高齢化のほかバブル崩壊や都心回帰の影響もあり人口はピーク時の約3分の1に減少している三木市住民基本台帳2009年9月1日現在 2009年7月1日現在、65歳以上の高齢者が全人口の31.54%であり、これは市内の新興住宅地の中でも多い。中でも、三山祭りは盛んで、当日は、市道緑が丘青山線の三井、住友銀行前から緑が丘発出所、コープ前を通行止めにし、市内、市外のダンスチーム、 幼稚園が踊りを披露する。すべて私立の養保連携型である。すべて私立である。以前は東2丁目にちびっこランドがあったが、現在は空き家になっている。エミールアイ育園はすでに閉園している。町内には4カ所幼稚園がある。緑が丘の一部に居住している地区によって異なるが、緑が丘町子供会は一緒に行われる。また、 緑ヶ丘小学校は、市内有数のマンモス学校であったが、現在は1学年2クラスとなっている。また、隣の緑ヶ丘東小学校でもマンモス校で、あったが、現在は1学年3クラスである。緑ヶ丘の東側の少し急な坂に位置し、西地区に居住している人は、徒歩で15分ほどかかる。なお、自転車での峠下校は禁止されている。 生徒数の約7割を私立緑ヶ丘東小学校出身の生徒が占める。町内にはないが、しじみ町青山地区に兵庫県立三木北高等学校がある。学区は北番学区に属している。町内にはないが、しじみ町青山地区に関西国際大学があり、緑ヶ丘に大学の下宿生がアパートを借りている。また、 隣の神戸市西区には多くの大学が集中し、町内から40分程度で行けるが、公共交通機関を利用する場合は、電車とバスを乗り継がなくてはならない。町内には高齢化が他の地区と比べて進行しており、福祉施設が充実している。緑ヶ丘スポーツ公園は日曜日に草野球に使用されているほか、緑ヶ丘南公園は土曜、日曜、 祝日に、小学生の野球チーム、緑が丘スターズが使用している。また、緑が丘北公園は、大檎川疎水の川道沿いに位置し、ジョギングウォーキング、犬の散歩にも利用されるほか、平日には、グラウンドゴルフとしても利用されている。町内には、サンロードと呼ばれる、商店街が存在しているが、近年は閉店している店舗も少なくない。 町内に大規模な飲食店はなく、個人経営の小規模店が多い。町内にはないが、1998年までは、ゼネラルや、2006年10月31日までは、コスモ石油が立地していた。町内には、神戸や大阪方面への公共交通機関が多い。緑ヶ丘駅緑ヶ丘駅、発着バスウェビス快速線のバスに車線の道路の、ほとんどは、 歩道が整備されており、ほとんどの区間で最高時速 40km に規制されている。また、道幅が細い道路は最高時速 30km に規制されている。高速道路、国道高速道路、国道からは距離が離れている。都道府県道指導。ありがとうございます。